これから JR 東海の株主総会が行われます。前進ムードが漂うリニア中央新幹線の工事について株主にどう説明されるかが注目されます。今日午前10時から名古屋市内で開かれた JR 東海の株主総会には400人以上の株主が出席しました。やっぱりあれですよ、リニアですよね。安全にスピーディーにやってほしいなというのを思っております。ちょっと遅れはするだろうけれど、頑張ってやってもらいたいなという、そういうことです。リニア中央新幹線をめぐっては静岡県の鈴木康友知事の就任で未着工が続く静岡工区に進展があるかどうかが注目されています。今日の総会では株主からの開業時期を尋ねる質問に対し、宇野守副社長が未だ開業時期は見通せず、2027年の開業は実現できないなどと改めて説明しました。いつもに比べたら穏やかな感じで、少しずついろんなことが変わってってくれてるんではないかなっていう、そんなような印象を受けました。必要なら間違いないだろうけど、今のやり方が本当にいいのか、自分の子供とか孫とかもっとその下までのことを考えると静岡って大変だと思うよ。静岡工区での未着工のほか、岐阜県瑞浪市での水位低下問題など課題は山積みですが、丹羽俊介社長はこの1年で地域の方々の強い思いを肌で感じている、しっかりと受け止めて真摯に対応したいと話していました。